飛行中の NB-36H 原子力飛行機であり原子炉のテストベッドとして X-6 の母機となる予定であった X-6 を搭載するために製造された NB-36HX-6 は1950年代にアメリカ合衆国のコンソリデーテッドバルティー社が開発していた原子力推進航空機の実験機である 1953年に開発中止となり、実機はない。1951年より、コンベア社とアメリカ空軍が中心になり、原子力推進機の開発が開始された。この計画には、中やアメリカ原子力委員会、原子炉メーカーの GE 社も加わっていた。原子力推進機の利点は、燃料補給の必要がなく、人員の疲労を除けば、 ほぼ無限の航続距離が得られることにある。開発にあたっては、放射線射兵試験用に B-36 を改造した NB-36H を1機開発し、原子力推進機である X-6 を2機製作することとなった。X-6 は B-36 を改造した機体であり、機内に原子炉 P-1 を搭載、その熱を ジェットエンジンまで導き、水力とするものである。原子炉からの熱移動にあたっては、開発当初は溶融ナトリウムを用いた、関節冷却法が検討されたが、技術、重量の問題により、空気を冷却剤とする直接冷却法を用いる、こととなった。吸入された空気は、炉心と直接接触し、その熱によって膨張する。この膨張した空気を推進力とする。なお、 直接冷却式では、排気は放射能を帯びる。冷却の問題もあることから、原子炉は空中でのみ用いるようになっており、離陸時には通常のジェットエンジンを用いることとなっていた。つまり、X-6 のエンジンは、主翼下に8機のターボジェットエンジンを搭載し、胴体下に J47 ジェットエンジンを改造した、X39 原子力ターボジェットエンジン4機を、 装備する。X39 エンジンは空中でのみ使用する。X39 エンジンは1952年9月より原子力を用いない試験運転を開始している。技術面、コスト面の問題により、1953年に X-6 及び原子力エンジンの開発は中止された。結局原子力飛行機が実現する可能性はなくなったが、 技術試験のために NB-36H のみは1957年まで続行されている。なお、1GYB-60 を回想母機とする案も出たが、この案は採用されなかった。出典、ジム・ウィンチェスター著、松崎と和カズ図説世界の最悪航空機大善、原書房2009年、98から99ページ書面、性能。 ありがとうございます。